平野の仕様、ダンス動画825万再生。ファン期待のアーティスト活動本格化は10月以降か。個人事務所や謎めいた情報も浮上中。平野の仕様ファン待望の瞬間が訪れました。8月27日、元キング・アンドプスメンバーである平野が自身のインスタグラムにて初のダンス動画を公開。 その反響は驚異的で、わずか2日間で再生回数が825万回を突破し、ファンからは4万8000件以上のコメントが寄せられました。一方で、アーキスト活動はいつ始まるのか、そして新たに設立された株式会社仕様に関する興味深い情報も浮上しています。ダンス動画の成功。平夜が投稿したダンス動画は、 彼のキャップ姿が映える中、楽しさが伝わるものでした。他の力というコメントと、共に神宮寺ゆ太からのうまい撮影ぶりへの賞賛も見逃せません。この投稿に寄せられたファンのコメントからは、平野のダンスに対する期待と愛情が溢れています。厚志氏による振り付けも注目を浴び、同志が最高にかっこいい。 と、感謝の言葉を寄せたことで、ファンの期待感が一層高まりました。株式会社市用の謎。7月の飛べ入り発表以降、平野の動向に注目が集まっています。そして、7月18日に株式会社市用、19日に株式会社愛が設立されたことが、ファンの間で話題となっています。注目すべきは、 両者の登録住所が平野が通った名古屋市のダンススクール、カンクキット、と一致していることです。これが平野と神宮寺の個人事務所なのか、興味津々の状況です。また、平野の弟が代表を務めるアパレル会社、株式会社 RM ブラム、も同住所にあることが明らかになりました。音楽活動の行方。戸部所属から1ヶ月半ば以上が経過しても、 平野と人従事の音楽活動が本格的に始まっていない状況が続いています。一方で、元金プリメンバーであるキシユタが9月末でジャニーズ事務所を退除し、トベに合流するとの噂も浮上しています。しかし、平野が韓国の大手プロダクション、ハイブからのオファーを断り、トベを選んだ理由も明らかにされています。アーティスト活動開始は10月以降か、 多くのファンが待ち望んでいた平野のダンス動画。これだけの反響があれば、飛べでのアーティスト活動も順調なものと見られます。一方で、音楽活動の本格始動は10月以降になるとの見方もあります。平野の個人事務所や所属会社の情報から、今後の展開が予測できそうです。 特に母親が株式会社仕様に取締役として名を連ねていることから家族の影響が平野の活動にどのように影響するかも注目です。平野仕様のダンス動画が大きな話題を呼び起こし、ファンたちはアーティスト活動の指導に期待と興奮を募らせています。一方で個人事務所や新設された会社にまつわる謎めいた要素が存在し、 これが平野の今後の活動にどのような影響を与えるか気になるところです。10月以降、ますます注目が高まりそうな平野の未来に期待しましょう。